iPhone の字が小さくないですか？念のためね。はい。役者としてもっと成長できるように頑張っていきたいと思っております。まだまだこのコンフィデンスマンの世界が続いたらいいのになという、ふうに思ってます。来年は長澤さんと司会ですよ。僕と長澤君はグッドモーニングショーという映画を撮りまして、2人ともアナウンサー役だったんですけど、映画でリハーサルはしてあるので、来年は次なんだっけとかそういうのなしに。なんだっけ。だいたいタチさん飛び道具持ってますからね。メガネかけただけであれだけ笑われるんですから。いや本当に俺司会本当に向いてないわ。